赤カビ病は、フザリウム属菌などの市場菌による植物病害の一つ。F グラマイナームによる小麦、赤カビ病小麦赤カビ病菌の一つ、F グラマイナーム小麦、大麦など、麦類の最重要病害の一つであり、穂に病原菌が感染することで、粒が肥大しなくなったり、穂全体が枯れたりする病害である。赤カビ病という名称は、 病原菌が赤色系フザリウム属菌から名付けられた。一部の赤カビ病菌が産生するマイコトキシンが食品の安全性の観点から問題とされている。他でオキシニバレノールをはじめ、トリコテセン系のマイコトキシンは、人畜が摂取すると吐き気、お吐と、腹痛といった中毒症状を引き起こす。日本においては、平成14年5月、厚生労働省が 小麦粒中に含まれるデオキシニバレノールの濃度を 1.1ppm 以下とする暫定基準値を設けた。日本ではニバレノール酸性菌の比率が高いこと、ニバレノールはデオキシニバレノールに比べて急性毒性が10倍という報告もあることなどからニバレノールに対する基準値が求められており、現在審議中である。ありがとうございます。